トゥルーラブストーリー Remember My Heart 1997年発売。前回の3周年ラジオにて告知した通り、今回からトゥルーラブストーリー全シリーズやっちゃおうストーリーということで、全部こっからやっていきますよ。アスキーまずは1作目、トゥルーラブストーリー Remember My Heart のオープニングアニメーションが始まりましたね。この Remember My Heart はですね、1作目の1年後に発売された完全版ということで、こちらを購入させていただきました。この子がね、多分メインヒロインのパッケージにも書かれてる子だと思うんですよね。 True Love Story Remember My Heart、 やっぱり攻略対象キャラも、何人かいらっしゃるようで、今回も説明書片手にちょっとですね、初回プレイのもんで説明進めていこうかと思うんですけども、いやでもこの90年代のこの雰囲気が好きなんだよな。あっってなんだよちょっと反応するところがありましたけど、なんかでもやっぱ初めて聴く曲だけどもういい曲だね、このオープニング曲がもうね。今回初回なので、やっぱりそのメインヒロインの名前が葛城あやねちゃんでいいと思うんだけど、この子あやねちゃんをですね攻略していければなと。サビいいなこの曲、もう泣きそうまだ全然分かってないけどもう泣いちゃいそうな、この子かな、あやねちゃん。この空気感たまらないね。なんかやっぱり名前は知っているけどプレイしたことがないので、トゥルーラブストーリー今回プレイできるの非常に楽しみでございます。始まった、トゥルーラブストーリー Remember My Heart よさあそれじゃあ始めていきましょうか。プッシュスタート。はい、結構ね絵柄が独特なんだけど、これが癖になっていくっていうことを言おうとしたけど、俺はもう癖になってるな。ミサキノートなんだろう、ミサキノート、イラストギャラリーとか想像できるけど、ミサキノートの見てみましょうか。まだ何もしてないんで空白だと思うんですけども、あ、クリア回数が見れるっていうことか。ミサキちゃんってなんだっけ、なんか載ってたな、妹さんかな。それじゃあちょっとオプションだけちょっといじらしてもらって、あーでもいいかこのままで、じゃあこれでゲームスタート。トゥルーラブストーリーのストーリーが今始まる。はい、始めるから。ドキドキだね。あ、これな、これはね、でもほんとすごい悩んでたんですよ。この設定が結構独特で、季節を選べるという、春夏秋冬、いやでもこれはだから4パターンやりたいぐらいなんだけど、でもとりあえずやっぱり春行ってみますか。あやねちゃんが描かれてるのも春だしな、なんかそれぞれのキャラクターによってなんかあるのかな。今回はじゃあ春でプレイしたいと思います。あなたの名前を入力してね。なんかいやらしいいきなりセクシーなお声で言われちゃいました。名前はじゃあ毎度おなじみ伊助大輔くんでいきたいと思いますくどい名前でごめんね。これでも季節を選べるってことはエンディングも4パターンあるってことかな。これは長くなるぞやり込みたいぞ。できればぜひお付き合いいただけたら嬉しいんですけども、はい、じゃ あ名前はこれで OK ですね。はい、伊助大輔くんで。あなたはどんな人。あ、これもねまた面白い設定があって、パラメーターを作れるらしいんですよ。勉強いまいち、バッチリ。これはだから全部最強のバッチリにしちゃいたいところでもあるけど、それはそれで天才キャラに女の子は惹かれないんじゃないかっていうね。いや、そういう子が好きな子もいるんだろうけど、
逆にね、全部何もできない子の方がこの子守ってあげたいわっていう母性本能をくすぐってくるのかもしれないし。あ、じゃあちょっと説明書、今回ね攻略したいと思ってるあやねちゃんが、ね、この子誕生日6月10日血液型 AB 型青空高校2年 A 組身長163センチ3サイズも乗ってる上から81、58、82、うん、すごくね人気のある女の子。小学生の頃からピアノを始め現在は音楽部に所属、趣味はアクアリウム。その辺を踏まえて多分ステータス作ってった方がいいんだろうな。いや普通普通らへんにしておこうか。勉強はじゃあやっぱ頭悪い子はねあやねちゃん好きじゃないと思うんだよね。普通にしておいて運動の方は、運動どうなんだろうな、この子でもあんまり活発な感じじゃない。うん、いや普通無難な、いや1周目は許して、1周目はねやっぱセオリーがわからないから。じゃあここはでもセンスっていうのは恋愛ゲームにおいてダサダサはダメでしょ。これを好きな人はいない気がするんだよな。センスはごめんなさい、ちょっとこれはバッチリにさせていただいて、性格ってこういうこと？おとなしいか活発かってこと？これ難しいな。でも活発、多分あやねちゃんは音楽部でしょ、おとなしめじゃないのかな。おとなしめにしてみます。性格ちょっとこんなにしてみようか。態度不真面目はダメだよな、これは真面目。いやでもそれだとなんかメーターが全部大きすぎちゃってるような気もするんだけど、んー、じゃあこの辺間を取って、まあ真面目。かっこいいのね。あー、なんか褒められた嬉しい。こんなステータスどうでしょう。ちょっと自分なりに考えてみたんだけど、あー、こんな感じになりますよ、春の伊助大輔くん。でもまあどうなんだろうな、性格がおとなしく、性格をおとなしくしたのがどう出るか、これでいってみましょう。難しいな。でもこういう設定考えていろんなねパターンを試せるっていうの楽しいだろうな。高校2年の春、突然転校生活になってしまった。いきなりだな。転校から始まるのか、親の仕事の都合が理由だ。引っ越しまであと1ヶ月。これだからすごいのが、普通はね転校した先で女の子と新しく出会ってイチャイチャなるっていうのが普通だと思うんだけど、転校するってもう別れが決まってるわけだからね。最後に少し積極的に行動してみるのもいいかもしれない、そんな気分だ。この残り1ヶ月で何ができるのか、果たして。あ、これが主人公のお部屋かな。お兄ちゃん、あ、ちょっといい？あ、美咲ノートだお兄ちゃん、やっぱ妹さんですね。あ、美咲ちゃんついちょっと発作が。あ、これちゃんとウィンドウも消せるんだね。美咲ちゃん、おさげ髪、三つ編みか、可愛らしい。なんちゅうパーカー着てんのお兄ちゃんは転校しても平気なの？あ、でもそうだよね、美咲ちゃんも妹さんが転校だもんね。私は転校するの嫌だな。そっか、仕方ないよ。せっかく友達たくさんできたの。あ、美咲ちゃん妹は12人ぐらいいる方がちょうどいいんですかね。兄ちゃんは転校することみんなにいつどんな妹がいるんでしょうかね。そういうゲームじゃないんだよ転校のことをいつ言うつもり。これ結構大きな選択じゃないの。明日言うつもり。適当に時期を見て考えていない。あー、どうしよっか。じゃあちょっとこれも無難に真ん中行ってみますか。適当に時期を見て。やっぱ初回は分かんないな。ギリギリまで言わないってわけにはいかないかな。言わないの？転校するまでの1ヶ月を今までと同じように過ごしたいの。あー、そういうこと。転校するって知ったらみんな気を使うでしょ。まあ、確かにね。そうだな、納得しちゃった。内緒にしておきましょう。でもいきなり転校するっていうことになったらなったで、大丈夫か。じゃあおやすみ。美咲ちゃんに決められちゃった。みんなに言わないか、その方がいいかもしれない。パッといなくなるんだ。
これがお兄ちゃんおはよう。あーもう朝だ一夜明けて、あ、美咲ちゃんはこの子小学生ぐらいかと思っちゃったけど違うのか。あ、1年 A 組って書いてある。青空高校1年 A 組1歳差か。同じ学校行ってんだね。あ、転校してるすることを言わないっていう話ですね。分かってるよ。急がないと遅刻しちゃうわよ。行ってきます。可愛いな美咲ちゃん。美咲ちゃん一緒に行こうよ美咲ちゃんやっぱお兄ちゃんと一緒に登校してるのは見られたくないのかな。美咲ちゃん今んとこ美咲ちゃんルートだな。あ、春の風が気持ちいいなって。そうか、こういうところのコメントも多分季節を選んだところによって変わってくるんだろうな。ものすごいやりごたえがある。何周もプレイ。いやー、なんだ女の子出てくるかと思ったら大須賀。大須賀おいなんだよ、朝っぱらからノリが悪いな。大須賀くん悪友っていう感じかな。思い切って話す、適当にごまかす。いやいや、さっきまで美咲ちゃんとね約束したばっかりだから、ここはいや大須賀に言うのはまずいでしょう。適当にごまかそう。なんでもないんだ。お、見ろよ、葛城あやねだぜ。あ、あやねちゃん、マジか、もう出てくる。おお、あやねちゃんだ、真ん中の子。ルックスよし、性格よし、成績優秀、運動神経も悪くない。すごいマドンナ的存在な。あんな子が彼女だったら最高だよな。あ、もしかして大須賀はライバルになるのか。な、お前もそう思うだ。うん、そうだな、そうか、さあな。あー、いや、ここは大須賀に同意しておこうか。今回はあやねちゃん狙っていきますからね。そうだな、あんな子彼女にしたいな。絶対にものにしてみせるぜ。卒業するまで、いやでもこっちにはもう1ヶ月しか時間は残されてないからね。さてと、別に追ってかないとな。ここから活発的に頑張るって言うけど、今までの俺は何をしてたんだろうね。転校が決まるまでの俺はね、ドインキャだったんでしょうね。いや、あ、おはよう。のぞみちゃん、ショートカットキャラだ。おはようのぞみ。女性と、のぞみ。じゃあね。1時間目サボっちゃダメよ。うん。この子はなんだろう。真面目な俺はそんなことするわけないじゃないか。あ、多分ここら辺の会話もパラメーターによって変わってくんだろうな。いや、細かいな。これ読んでください。です。はい。何ですか。困るよ。あ、俺じゃねえんだ。俺に柳沢に言ってたのか。お願いします。俺に言ってたのか。それじゃ。柳沢もお友達かな。おお、柳沢。よ。ラブレターもらったのか。モテモテキャラか。柳沢くんは。でも断るんだろう今回の、うん、今度も。わからんやつだ。誰か本命がいるのか。あ、これもしかしてこっちがライバルだな多分。おっと、授業が始まる。じゃな。いや、柳沢。そっかそっか。な、大須賀おい。いいこと教えてやろうか。お前ちょこちょこ出てくんな。今んとこお前が一番出てきてんぞ。チャイム鳴ってるぞ。そうだな。あ、じゃあ休み時間に屋上へ来いよな。屋上、はい、なんだろう。でもこういうキャラって結構チュートリアル的な感じですよね。いろいろ攻略法とか教えてくれるんじゃないのかな。あ、それで、あー、こうなるのか。行動パターンをここで選択していくと、春1日目の金曜日、休み時間と昼休みと放課後と寄り道の時間を決められるっつっても多いな、かなり選択が。どうしようか。じゃあとりあえず休み時間は大須賀が屋上に来いって言ったんで屋上に行きましょう。んで、あとはだから気になるのはあやねちゃんがどこにいるか。この子でも音楽部でしょ。じゃあ音楽室か。あ、違うよ、昼休みなんだから。昼や放課後だよね。じゃあ部活があるのは放課後音楽室にして昼休み。昼休みはじゃあ2年教室に行きましょうか。ここであやねちゃんいないかな。で、じゃあ放課後は音楽室に行って、あ、寄り道は学校じゃないの。あ、学校に残ることもできるのか。難しいなこの辺。学校に残ってみようかな。まだちょっと学校いろいろ、プーン
プールに反応しちゃったけど、いやでも春だよな、これプールイベントは夏だよな。グランドとか行ってみますか。こんなんでどうでしょう。ちょっとね本当にほとんど当てずっぽうだけど行ってみよう。これでちょっとどんな感じにイベントが起こるかな。時計が動いて、これは屋上か。大菅の BGM 愉快だなおい。なんだよいいことって。気持ち悪い。大菅君気持ちが悪い。お前にな、女の口説き方を伝授してやろうと。でもやっぱりそういうことっすか。振られたばっかりのお前に伝授してもらう必要はない。ふーん、一応聞いてやる。聞いてやるよ。まずお前のチュートリアルを。会うことだな。最初は冷たくてもだんだん仲良くなれるはずだ。じゃあやっぱそのキャラクターあやねちゃんがどこにいるかを突き止めていかないといけませんね。まずはね、その子がいそうな場所へこまめに足を運ぶことだな。やっぱ今回に限って音楽室じゃないの。ここで注意しなきゃいけないことは、ただ会えばいいってわけじゃないことだ。あ、そうなの。友達になったってしょうがないだろ。目指す関係は恋人だ。あらやらしい。チャンスがあるなら、さりげなく自分の気持ちを匂わせることだ。そんなこと。そうすれば大抵の女は伏せるはずだ。高校生の会話じゃねえなこれ。俺はこのやり方で居酒屋でするおっさんの会話だよこれ。じゃあな。あ、でも大菅もあやねちゃん狙ってるのか。じゃあこれで次の行動、放課後。ああ、あれ違う、なんだ、時計は時間を進めなかな。アイテムって何かあんのか。あ、なんもないや。ステータス、ああ、最初に決めたやつですね。性格おとなしい。情報、もう決めた。スケジュール、でオプションはね、あれですよね、最初に見た。じゃあ時計進めましょう。さあ昼休みか。昼休みになって、え、女の子が泣いている。なになに、いきなり何が。あー、誰だ。デコパチキャラ出てきましたね。カチューシャの女の子、どうしたの、大丈夫。なんでもないんです。コンタクトが合わなくて。あ、コンタクトが取れちゃったのかな。あー、でもここはどうしようかな。この、いやでもそうだよな、無理にその他の子たちの好感度を下げる必要もないと思うんだよな。じゃあハンカチおじさんに俺はなりましょうかね。ハンカチ貸してあげるよ。あ、アイテム、ありがとう。じゃあね、あ、ハンカチ。あー、でもこれがこの子との出会いになるわけですね。ハンカチ渡してあげて。あの子名前なんて言うんだろう。デコッパチの子。時間は放課後になりました。あ、あ、誰もいない。暇そうなやつはいない。これはじゃあちょっと選択は失敗だったのかな。いなかった、何もなかった。じゃあ時間進めましょう。放課後グラウンド。あ、ダメなんだ、遅い時間じゃ残ってる生徒はあまりいないって。マジか、結構散々だったな。あれ全然会えなかった。あ、もう帰ってきちゃったよ。美咲ちゃん、美咲ちゃんをちょっと選んでみますか。美咲ちゃんのお部屋に行けるのかな。美咲ちゃん、あ、美咲ちゃん。美咲ちゃん可愛いな、この子な。ちょっといいかい。俺の学校での評判について教えてほしいんだ。そんなこと妹に聞くなよ、恥ずかしい。あ、でもそっか、これで好感度が分かるってことか。え、この子は今日のデコッパチじゃないや、あの校門の前で朝会った子だ。なんだっけ名前、のぞみちゃんだっけ。これがだから、そっか、上昇していくっていうことなんですね。それが美咲ちゃん情報でわかる。あ、じゃあ一応セーブしておこうかな。いやー、ちょっと初回はね、ちょっといろいろと
大丈夫です、はい、セーブ中ですよ。ちょっとね、わからないことも多いけど、でもこのワクワク感いいな。じゃあ早速2日目いきますか。寝ちゃう。あ、なんかいい BGM。 お休みのピアノを流れて。転校まであと1ヶ月。短いような気もするし、長いような気もする。こうしてみると、何気なく過ごしてきまった今までがもったいなく感じる。ほんと、今まで何してたんだろうね。あ、でもそうか、土曜日も学校あるんだね。そうだよね、98年だもんね。7年か。はい、じゃあ学校行きましょう。また朝誰かに会えたりしないかな。2日目の土曜日、これでまたそっか選ぶのか、どうすっかな。いやでもやっぱ教室だと思うんだよな。昨日もデコッパチの女の子がいたし、会えるんだとしたらやっぱ教室かな。教室にじゃあ休み時間行って、放課後、昨日音楽室と違ったんだよな。放課後、あ、放課後2回やんのか。あ、なるほどね、土曜日だから。お昼の放課後、夕方の放課後って感じかな。いやー、これ難しいなー。噴水広場とかなんかありそうだなー。行ってみようか、試しに。噴水広場と、音楽室？いや、絶対ここだと思うんだけどな、違うのかなー。うわー、ごめんなさい、めっちゃ悩んじゃう。どうしよう。あ、花壇？花壇ってどう、あやねちゃん。アクアリウム、趣味アクアリウムか。アクアリウム、アクアリウムだったらプール、違うか。分かんない。音楽室、やっぱ俺音楽室がなんかある気がする。じゃあ寄り道は河原とか行ってみようかな、無難に。あ、駅前の方が図書、分かんない。これで行きましょう。2日目、とりあえずまずはちょっとこのメインヒロインのあやねちゃんに会いたいですね。休み時間、教室です。おー、つがかい、いた、探させやがって。え、探してたの。教室に客が来てるぜ。客？俺に？誰だろう。もしかして昨日のデコッパチちゃんかな。あ、おでこちゃん、あ、メガネちゃんなんだ。おでこちゃんでメガネちゃんでカチューシャちゃんなんだ。属性モリモリやな。構わないけど、君は昨日の、昨日はありがとう。だからコンタクトつってんの。目悪いんだ。いや、この子でも、あ、この子も可愛いな。なんかもうみんな可愛くなってきちゃった。あ、ハンカチイベントが。それででもわざわざアイロンかけてくれたんだ。私は2年 B 組の春日千春。千春ちゃん、風紀委員をやってます。風紀委員、へえ、すごい。助けてもらっておいて言うのはなんだけど、高速ではハンカチは無地と決められているわ。こういうこと。あなたのそのハンカチは明らかに高速違反よ。あら、言われちゃった。ルールは守ってね。じゃ、でもこれが多分ね、出会いになるんじゃないのかな。なんだっけ名前。名前も忘れちゃった。デコパチメガネちゃんとの出会いがありましたね。いや、その子もいいんだけど、俺はちょっとね、なんとかしてあやねちゃんに出会いたいんだよね。ああ、誰もいないのか。土曜日だからもう帰っちゃった。マジか。いや、何かしらのイベントがありそうな気配っつったらこういう場所だとは思うんだけど、ちょっとまだ俺分かってないな、このゲームのことな、きっとな。多分ちょっと見て、また女の子が泣いてんの。女の子泣きっぱなしだな。同じ子、あ、違う、誰？この子もカチューシャちゃん。どうしたの？大丈夫？この子も可愛いな。もう誰でも良くなってきたな。目にゴミが入ったのか、そっか。また。もうハンカチおじさん、ハンカチ貸してばっかり。じゃあ今日はこの子にハンカチ貸しちゃう。もう無類のハンカチ私好きだから。昨日と同じハンカチ、帰ってきたハンカチをこの子にまた渡すっていうね。ありがとうございます。いや、でもこの子かわいいな、おかっぱの子。あ、かわいい。取りました、ありがとうございます。あれ、どうしたの。もしかして美咲ちゃんのお兄さんじゃないですか。お、
伊助美咲ちゃん、そっか伊助が名字になってるからごめん美咲ちゃん変な名前になっちゃったあ、でも美咲ちゃんのお友達さんですか君は。私、美咲ちゃんと同じクラスの同じクラス南弥生と言います。弥生ちゃん弥生ちゃん可愛いな、1年生か。じゃあ弥生ちゃん、美咲ちゃんのお友達。そうなんです、美咲ちゃんとはクラブも同じだしいつも一緒なんです。あ、ちょっと何この一人者コミックゆり姫ミサ、ミサヤヨか、ミサヤヨ。それじゃ失礼します、ありがとうございました。弥生ちゃん可愛いな、やべえ弥生ちゃん可愛いやべえな弥生ちゃん。あ、でもこれで弥生ちゃんと出会い、出会ったわけだ。はあ、あ、丹下さくらさんか、道理で道理でキュンキュン来るわけだ。あ、寄り道、あ、じゃあ寄り道、寄り道します。どこだっけ、駅前に行こうとしたんだっけ。あ、のぞみちゃんだ。あら、この子にはなんかあんま好かれてないような気がするんだけど。あ、でもちょっといい、ごめん用事あるから。ダメじゃないか、じゃね好かれてないじゃないか。ハンカチ貸したかった、のぞみちゃんにもハンカチ貸したかった。はあ、今日はとりあえず弥生ちゃんのと出会えたことと、あのデコパチメガネちゃんとなんかあったってことか。ちょっと今日も美咲ちゃんのお部屋行って好感度チェックしてみましょうか。美咲ちゃん、何、俺の学校での評判について教えてほしいんだなんかこれも妹に聞くの情けないんだけど。あー、すごい増えてるキャラが。あ、こうやってどんどん増えていくんだね。いやー、でもね、本命というか今回狙おうと思ったメインの子がまだ出てきてないから、ちょっと困ったな、まずいな。うん、あやねちゃん、あやねちゃんどこにいるのかな。メモリーカードを抜かないでね。浴室かな、やっぱり。はい、じゃあ今日はもう寝ちゃうしかないよね。寝ちゃおう。ルーラーソー Remember my heart、3日目。はい、今日、あ、日曜日か。どこかへ遊びに行くかな、誰かに会うかもしれない。はあ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 、ここもまた選択になってくるとわかんないな。出かけよう。あやねちゃんが行きそうな場所か、多いなあ。学校にも行けるんだ。花屋、あ、花屋じゃないの、花、あ、花じゃない、アクアリウム、アクアリウム。買い物に、じゃあ買い物、あ、公園か、公園行きつつ買い物行きつつ午後どうしようかな。学校ってのもあるような気がするけど、俺は花屋がどうしてもちょっと気になるな。花屋行こう。こんなんどうでしょう。公園、あー、のぞみちゃんだ、すごい格好してんな、うん、あら、どうしたの。のぞみちゃんよく会うね。ちょっといいかい。暇だし別にいいけど。お、やったじゃん。あ、そう何にも盛り上がらない会話だった。のぞみと話をした。あ、そういうこと。いや、でもこれで、そっか、最初に大菅も言ってたよね、こうやって会うだけじゃなくて徐々に会って好感度を上げていくっていうことか。でも多分今一番好感度高いの、あー、え、何でも買えるのかな。ほうき買ってもしゃあないような気がする。ルージュかな、ミニサボテン。なんとなくイメージ的にはあやねちゃんルージュな感じがするんだけど、ルージュ、ルージュいってみよう。多分お金の概念ないんで何でも買えるんでしょうね。あ、アイテム使えるのかな。あ、使えるわけじゃない、これ多分なんかプレゼントすんのかな。いつかこのルージュをプレゼントできる時が来れば、来ればいいけど、来れれば。あー、弥生ちゃんやばい、ちょっと他の子たちがみんな可愛いぞ。美咲ちゃんのお兄さん、うん、何ですか。お花屋さんになっちゃった弥生ちゃん、ちょっといいかい。すみません、急いでるんで
避けられてる、避けられとるわ俺。いやでもこれちょっと覚えておこう、弥生ちゃんを攻略するときにはね、いい情報になるかも。あ、じゃあちょっと美咲ちゃん今日も聞いていい？美咲ちゃん情報ちょっといいか、俺の学校での評判について教えてくれ。でも今日でちょっと変わった。おお、ちょっとあれか、弥生ちゃんが憧れに近づいてきて、のぞみちゃんが仲良しに近づいてきてるわけですね。これどっちがいいのかな、仲良しと憧れ。仲良しの方がいいのかな、恋愛感情的には。じゃあ今日寝ちゃいましょうか。さあもう4日目ですよ、4日目なのにまだ会えてないって。おい、ちょっと大丈夫か、まずいな。あやねちゃん転校まであとちょうど1ヶ月。はあ、そっか。なんだろうこの切なさ。こう期限が決められてるから、もうこの時間内にどうにかしなきゃいけないっていう、結構追い詰められてるな。あ、なんだろう、朝、あ、春日さんか、この子。春日さん、おはよう。かわいいな、メガネちゃん。あ、それだけ。春日さん、あ、のぞみちゃんにも会えた。おはよう。おはよう。仲いい子たちがこうやって出てくるのかな。さあどうすっかな。難しいですよねこれはね。音楽室か、音楽、休み時間にじゃあ音楽室行ってみましょうか。で、これ昼休みどこで飯食ってっかな、やっぱ教室じゃないかな。に教室行って、そうだな、食堂、あ、昼休み食堂じゃないの。1個消しよう、消そう、1個消して昼休み食堂にしよう。で、放課後か、放課後じゃあ教室に残ってみて、帰りはじゃあ図書館に行ってみよう。こんなんどうだ、行ってみよう。今日こそ頼むぞ、どっか当たってくれ。もう勘で動いてるようなもんだからね。さあどうだ、あー、桂木さん来た。桂木さん、あやねちゃん。来ましたねこれ、あー、でもここはもう出会うしかないよね。もうめったに出会えない、今までずっと出会えなかったんだから、やっと出会えたから思い切って声をかけてみます。ハンカチ貸してあげるからね。気がつかれなかった。マジか、おとなしい性格にしたからやっぱダメなんじゃないの。いや、やっぱパラメーター間違えたかもしんないな。気がつかれなかったって寂しいな。じゃあまだ出会ったことにならないんだ、まだ他人だ。どうやってハンカチを貸してあげようか、とにかくハンカチを貸してあげたいんだけど。いや困ったな。いや、渚は食堂で会っちゃいました。何してるんだ。別に何も暇でブラブラとね。相変わらずだな。あ、終わり。柳沢イベントか。あ、違う、お兄ちゃん、美咲ちゃん、柳沢先輩でしょ、こんなところで会うんだ。お兄ちゃん、そうだよ、お兄ちゃんと違って素敵ね。あれ、美咲ちゃんは柳沢先輩のことが好きなんですか。お前、ああいうのが好みか。柳沢先輩は1年女子みんなに人気なんだから。そうなんだ、それは知らなかった。お兄ちゃんも少しも見慣ればいいのに。ところで美咲ちゃん、今の女の子たちの好感度を教えてくれないかな。俺の評判はどうなのかな。また夜に。それじゃあ昼、放課後か。このゲームの作り自体はすごいシンプルなものだけど、サクサク進むんで面白い。春日さんか。何を。春日さんも結構合うね。男子と話してる暇なんかないの。あれ、この子難しそうだぞ。春日さん、さて帰るか。あ、なんだなんだ、
おお、やよいちゃん、今帰りかい？はい、そうですけど。やよいちゃん可愛いわ。これどうしよう。一緒に帰らない？じゃあね。いいか、一緒に帰っちゃおうか。一緒に帰らないかい？あー、照れてる。もうこれ弥生ちゃんルートにします。あ、でもまずい、断られちゃう。そんなに見返前なくても大丈夫だよって。もう変態、ほら。そうですか。お、いける？じゃあやった。始まっちゃうよこれは。一緒にお帰りですか、弥生ちゃん。おー、始まっちゃったよ。一緒にこうやって帰ってなんかいろいろあげれるらしいですよ、ゲージを。どうしよう、いきなりデートに誘っても知らないもんな。どんな話がいい。いやー、恋バナしてーなー、弥生ちゃん。いや、このなんか一緒に肩並べて歩いてるこの感じ、これたまらんなー。あ、ほら、たまにチラッとこっち見てくれるんだよ、弥生ちゃん。どうしよう、じゃあ部活の話とかしてみようか。ちょっとそういう世間話から攻めてみる。うちの学校の部活って、部活動について話した。そんなこと全然知りませんでした。なかなかいい感じだ。あ、でもちょっとほら、ハートが大きくなったような気がするな。男性の子の、あ、いや、こういう話いきなり聞いちゃっていいのかな。いや、でも聞きたい、弥生ちゃん。ちょっと、いい、いくよ、攻めていくよ。そうですね。あまりいい感じではない。あれ、あ、なんか、あ、そういうことか、ダメだった。どうすっかな。休日の話題とか言ってみようか。この辺無難じゃない？そうかもしれませんね。はい、ちょっと外した、あれ、ちょっと。ちょっと違った。難しいな、意外と。やっぱこっち、あ、やっぱまだ最初は天気の話題とかの方がいいのかな。天気の話題。なんならきっと明日も晴れですね。そうだね。もうでもちょっとずつね、ゲージが上がってるんだよね。あと多分1回だけ行動できるかな。好きな場、あ、将来、あ、いや、将来の夢はな、どうしようかな。デートに誘う？デート誘ってもダメだよね。占いの話題、進路、どうしよう、すげえ難しい。学校の話題。学校楽しいから全然大変じゃないですよ。はあ、あ、終わっちゃった、終わっちゃったけど、でも多分、あ、なんか照れてる。私、次の電車で帰ります。これもや、子供ができちゃう。弥生ちゃん、これ弥生ちゃんがっつりいっちゃったな。あ、でも違う、話の振り方が急すぎた、ずいぶん焦ってた、すごい照れてんのかと思ったけど、あれは拒否反応なのかな。いやー、あの子かわいいな。あ、でここから寄り道できるのか、やばいな。まだメインのヒロインと、あ、なんかもう前かよ、 BGM でおい。どんどこどんどこで始まるんじゃないよ、大須が。もうすっかり春だな。なんで図書室にお前いるんだよ。しかし春になるとあれが出てくるからやだな。なんであれって。虫だよ、虫。どうも苦手でな。ものすごいどうでもいい情報だな。なんだよ、大須が情報。化け物みたいに言うなよ。じゃあな。それだけかい。学校で話せ。図書館で虫の話いいよ。終わっちゃった。会えず、未だ会えず。いや、一回会えたんだけど無視されちゃったというか、気づいてもらえなかった。あ、美咲さん、美咲さん情報。美咲さん、あ、いるぞ。こんなお兄ちゃんで、ね、ごめんね。何？毎日毎日評判を教えて聞いちゃうっていうお兄ちゃん。あー、でもあれ、弥生ちゃんがちょっと下がった。いや違うな、メガネちゃんがちょっと上がったのかな。そんな感じかな。
じゃあ寝ようか。はい、5日目未だ接触できず、明日こそなんとかしたいな。はい、さあ今日はどういう行動にしましょうか。また朝みんなおはようって言ってもらえるのかな。ね、これじゃ遅刻？おいおいおい、あ、あと2分だよ、もっと急がなきゃ。なんかすごい活発そうな子が出てきた。お、仕方ない、走るか。これもまた新しい出会い。間に合った。僕も焦っちゃったよ。僕っ子か僕っ子来たか。全力で走ったのは久しぶりだ。間に合ってよかったね。そうだね、僕は2年C 組の伊助大輔って言います。くどい名前でごめん。君は2年 B 組の後藤郁美、よろしくね。後藤郁美ちゃん、俺は体育会系の女の子でしょうね。後藤郁美ちゃん、へー、今日の行動はどうするかな。いやこれは本当にどうしようかな。じゃあやっぱ教室で何かしら毎回イベントを切るんで、教室行って、音楽室、どうする。じゃあプールプール、下心に行っちゃいけない、今は会うことを。花壇ってあると思うんだよね。花壇行きつつ放課後か。音楽室だなやっぱり。で、寄り道は河原。どう？結構選択としては無難なとこ行ってると思うんで、メインヒロインの子って結構ね、その言っちゃなんだけど、無難な選択しておけば割と攻略しやすいっていうところがあると思うんだけど、ここまでねやってきてまだ出てきてないってなると、よいやよいちゃんやよいちゃんこの子ばっかりになっちゃった。先輩これ完全に弥生ちゃんルート入ってますよね今のところ。ただなんとなく外を見てたんです。外を見てた。先輩はどの季節が好きですか？どの季節、そうだな、これも難しい選択だけど、外見てたってことは弥生ちゃんは春が好きなんじゃないのかな。じゃあ俺も春が好きだよ。先輩も春が好きなんだ。当てた私と一緒ですね。これも弥生ちゃんだなどうして春が好きなんだい？春は楽しいことがいっぱいあるんですよ。ひな祭りでしょ。この子かわいいな。梅花摘みに、いちご摘み、それからなるほど、よくわかったよ。いやいや、しかし弥生ちゃんの好感度ばっか上げてても困っちゃうぞ。弥生ちゃんラブストーリーになってるからね今のところ。なんかありそう。あー、春日さんか。春日さん、でもやっぱ一回出会ったことはちょこちょこ会えますね、いろんなところ行くと。男子と話してる暇なんかないの。でもこの子はまだツンツンしてますけどね。いやでもこういう子が出れるのがいいんですよね春日さんのギャップを早く見たいところでもありますけども。それじゃあ放課後音楽室頼むぞ。なんだろう、なんかありそうな。あかわいい。もう弥生ちゃんばっかりじゃないかこの子メインかな。この子テニス部なんだ。弥生ちゃん、美咲ちゃん来ませんでしたか？美咲ちゃん、来てないよ。どこ行っちゃったのか。ってことは美咲ちゃんのテニス部なのか。これから練習かい。似合うなこの子のスコート姿。 いいなこれ。弥生ちゃんさてそろそろ帰るか。あ、これもしかしてまた、あ、春日さん今日は何ちょっと待ってよ。一緒に帰らないかいなんで私を誘うの？一人で帰ればいいじゃない。
ほらもう出れ始めてるんじゃないの。さよなら。あ、ダメだ。やっぱこの子難しいわ。まだ弥生ちゃんちょろすぎ。あれ弥生ちゃんちょろすぎ説が出てきてるけど、のぞみちゃんも出てきた。そうだけど何。のぞみちゃん、あ、だから断られた場合は別の子が出てくるってこと。じゃあ一緒に帰らないかい。え、どう、この場合私と。あれ、ダメそう。あ、いけた。やった、のぞみちゃん帰ろうか。のぞみちゃん、いや、じゃあちょっとね、練習って言っちゃ言い方失礼なんですけども、ここでの選択の選び方のいろいろ参考、プレイの参考にしていきたいな。だから男性の好みとかこういう突っ込んだ話、将来の話とかこういうとこはまだ言っちゃいけないでしょ。ちょっと試しに言ってみましょうか。恋愛の話題とか聞いてみよう。恋愛について話した。何よ、いきなり。あ、やっぱダメなんだね。ダメなんだね。唐突だった、警戒された。お金の話題ではダメでしょ。見つめたら気持ち悪いだろうな。いや、この一緒に下校イベント、これ面白いな。この辺が無難なんだろうな。天気の話題がいいでしょ、やっぱり。へえ、そうなんだ。日常生活でもやっぱまず天気の話題からね、一歩ずつ入っていくってとこありますから。進路の話題はどう。あ、ちょっとこれは突っ込みすぎたかな、進路は。あ、ちょっと違う。あ、少し興味を引いた。あ、なんだ、イベント向け。はい、つまんない。じゃあね。お前なんてこと言うんだよ、のぞみちゃん。つまんないって言われちゃった。あ、のぞみ、マジか、こんなんあんのか途中で。あー、だからやっぱ選択ミスると変えられちゃうんだ。いや、これでも今一個いい教訓、勉強になりました。無理やりいい方いい方にばっか考えても知らないんだな。いや、難しいな。会えなかったよね、今日も。桂木さん、これどうやったら出てくんのかな。美咲ちゃん、美咲ちゃん助けて。弥生ちゃんばっかり出てくるんだよ、困ったな。何、俺の学校での評判について教えてくれ。あ、今日のあのスポーツ顧問出てきましたね。なんだっけ名前。名前覚えるのが最初毎回苦労する。あ、後藤郁美さんですね。郁美ちゃんも出てきた。弥生ちゃんが順調に上がってますよね。明日こそ頼むぞ。さあ、どうかな。いやー、そんなにね、たくさん時間が残されてるわけじゃないから、多分こんなところでずっともたもたしてちゃいけないような気がするんだよね。これはもうだから本当にね、ちょっとこっから弥生ちゃんルートに行くっていうのも、ね、おはよう、ありだよね。かわいいし、かわいいし、何よりかわいいし。好きだし、俺好きだし、弥生ちゃん。それじゃあ教室、音楽室、いや音楽、図書室とか行ってみる。図書室、放課後屋上の寄り道で神社、いや学校に残るか。あ、じゃあ放課後もう一個音楽室、これどう。夕方音楽室、これいけんでしょ。今度こそいけるはずだ。頼むよ桂木さん、出てきてくれないと終われないよ今回このままでは。春日さん、もうちょっと春日さん、あ、何してんの。あ、かわいい。花瓶の水を変えている。これイベント CG すごい豊富っすね。春日さん、こんなんしてんだね。結構ツンツンしたところもあるけど、根は優しいっていうところなんだろうな、あの子。最初に泣いてたのも別にコンタクトがずれて泣いてたんじゃなくて、何か心に傷を。弥生ちゃん。もう本当に先輩、本当にもう弥生ちゃん祭りだよ。はい、何ですか。弥生ちゃん、
そうなんですか。お話をした。こうやって会えていければいいんだけどね。なかなか本命には会えないもんですね。恋ってそういうものなのかな。狙った子じゃなくてやっぱ別のところからこうね始まってくるものなのかな。あ、屋上違った。屋上、放課後の屋上ってなんかね物語あるかなと思ったんだけど違ったか。さらに放課後の音楽室。あ、どう春日さん。もう春日さんと弥生ちゃんとのぞみちゃんしか何を出てこないんじゃない。春日さんちょっといいかな。今忙しいの。話してる暇なんかないわ。あ、でもちょっとなんか言い方のニュアンスが変わってきてる気がするな、春日さんも。さて、帰るか。あ、下校イベント春日さん何か用。いや、これはじゃあちょっともう今日は帰らない、誰とも俺は。じゃあね、さよなら。はい、お疲れです。多分これでまた誰か。え、この子か。この子はでもちょっと初めてのパターンだよ。そうだけど、後藤さん。何？じゃあ後藤さんとは一緒に帰ってみますか。一緒に帰る。ごめん、遠慮しとくよ。いつも家まで走って帰るからね。一緒に走っていくことになっちゃうの。バイバイ。この子いつもジャージなんだね。制服姿みたいわ。ダメでした。あれ、美咲ちゃん。美咲ちゃんか。帰りだよな。そうよ。え、もしかして美咲ちゃんとも一緒に帰れるんだ。これはでも一緒にちょっと帰りたいな。美咲ちゃん一緒に帰る。え、お兄ちゃんと。いや、そこ いいんだ。でも今日は寄り道しないの。うん、いいだろ、そんなこと。じゃ、行こう。あ、ちょっとこれ妹ルートあるぞ。美咲ちゃんルート。美咲ちゃん、あー、美咲ちゃん。美咲ちゃんやっぱ可愛いな。あれ、夕飯の話題なんてこんなんあったっけ。どうだったかな、他のこの時。あ、弥生の話題ってあったよ。弥生ちゃんの話題、あ、弥生ちゃんの話題聞いてみたい。弥生ちゃんってさ、弥生ちゃんについて話を。お兄ちゃんもいいこと言うわね。いいこと言っちゃった感じ。あー、どうすっか。じゃあ夕飯の話題してみる。今日の夕飯って。え、でって。みさきちゃん、テレビ何好き。へー、お兄ちゃんもいいこと言うわね。お、いい感じじゃないですか。みさきちゃん部活テニス部なんだよね。楽しいわよ。やっとボールを打たせてもらえるようになったしね。あ、そっか、1年生最初の頃はなかなか。あ、そうだよ、転校。私、どんなの学校でもテニス部に入るんだ。そっか、弥生ちゃんと美咲ちゃんも別れがあるって考えたらやっぱ切ないな、このゲーム。あ、これ記事。美咲ちゃんの男の好み教えてくれ。え、何？聞き流された。まあまあね、兄弟でそういう会話はちょっと恥ずかしいよね。ちゃんと一緒に帰ってもつまんない。あ、ダメなんだ。いや、やっぱこれはもう本当ごめんなさい、ね、これも教訓でやっぱ分かりました。やっぱ突っ込んだ話しちゃダメだ。いまいち話が盛り上がらなかった。難しいな、女心はな。これはモテねえわ。俺これはモテねえわ。でまた部屋行っちゃうっていう。一応これは毎晩聞こうかな、どういう感じで動いていくかっていうのを。これ見るの面白いですね。あ、でこれ斜めにも行くから、弥生ちゃんがこの上の左上のハートのとこまで行くぐらいの勢い、ハートのとこまで行ったらもうあれでしょう、ラブってことでしょう、きっと。あー、きっとそういう感じですね。それではこの辺でお別れの時間ということで、あやねちゃん出会うず。もう申し訳ない、どこ行けばよかったのかな、難しいな。でも弥生ちゃん可愛かったな。弥生ちゃんたまらんな。今回から始まったトゥルーラブストーリーリメンバーマイハート、果たして
次回はメインヒロインに会うことができるのか、まずそこからなんだけどね。はい、今後もちょこちょこ更新していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も一緒に帰ろう。